はい、皆さん、こんばんちは、万転さんです。えー、配信遅れて大変申し訳ございません。ということでね、早速見ていきたいんですが、えー、今回ね、553回、えー、アイセットでこういう結果になっております。今回ね、アイセットだったんですけど、そうですね、セットの傾向といたしましては、そんなに、えー、出てない感じですか。まあ、若干ね、アイセットで、まあ、4の列が、まあ、 特に出にくいというところで、えー、今回もね、4の列、えー、出てないというところありますけど、他のところはね、そんなに、えー、傾向といたしましては出てない感じです。まあ、位のか、ね、偏りに関しましても、まあまあ、そんなに出てない感じですね。まあ、それよりもですね、えー、今回ちょっと注目していただきたい点がね、ちょっと2点ほどありまして、まあ、1つはですね、まあまあ、見ていただいたらわかると思うんですけど、 13番、15番出てるというところで、まあまあね、13番がね、この全体の数字の中でね、最も出現回数多い数でね、まあ15番もね、それについで多い数。 の出現回数の多い数字なんですけど、まあまあ、ね、えー、つい最近までね、15番が一番多かったんですけどね、こちょっと長い間ね、出てなかった間に、まあ13番が逆転して、まあこれが一番出現回数多い数字となっておるんで、えー、いるんですけど、まあまあこれが出て、まあまあ、その次について多い数も出ているというところですね。あとですね、えー、このね、平均がね、105回ぐらいなんですけど、この どちらかといえば、今回出た数字のうちね、えー、4つは、と、あのー、出現回数の少ない、えー、そうですね、数字となっておりまして、どちらかといえばね、えー、そですね、偏っている、まあ出てる数と、まあ、今まで出てない数のね、が、まあまあ出てるというところですかね。あとですね、えー、もう一つね、注目していただきたい点といたしましては、まあ、 ね、ここですね、6の列が3つというところで、まあこれも先週申し上げました通りね、まあここですね、今回ね、3つ出てるんで、まあここを埋めるような感じで、えー、出てます。まあちょっと期待値にね、対して、えー、ちょっとね、あの出てないところがまあまあね、出るんじゃないかというところで、ね、まあ先週ね、お話ししましたけど、まあこの辺とかね、ね、えー、出ましたね。あとですね、えー、 まあこの辺とかね、この辺とかもね、もしかしたらね、えー、次回、次回、その次ぐらいでまあ出るかもしれないんで、まあ、その辺もちょっと注目してみていただきたいと思いますね。あとですね、そうですね、今回は、えーまあ、16番出て、まあまあ、これ、16番は前回、前々回に続いて、まあ、3連続出てるんですけど、他にもね、15番もね、 え覗いまあ、15番はねちょっと長い間出てなくて、えー、前々回出て今回出たというところで、ねまあ、この辺もねまたね、えー、肩より。 えー、あるんで、まあ、この辺の形もね、ちょっと注意しながら見ていただきたいと思いますね。まあ、13番もね、直近で見たら結構、えー、偏って出てるので、この辺も注目していただきたいと思います。まあ、まあ、2番、今回出た2番はね、ちょっと長い、あ,あの、飽きそうになったんですけど、まあ、この辺出たというところで、まあ、まあ、この辺も注目していただきたいと思います。あとですね、えー、ちょっとあの、間空き、まあ、5番がちょっと間空き始めてるのと、まあ、まあ、9番とか、えー、26番とか31番。 ま、この辺はね、もしかしたら、えー、間数に、ね、え、出るかもしれないですけど、まあ、この辺もちょっと注目して見ていただきたいと思います。ということで、次回の予想ですけど、こちらが、えー、偏りのある数字となっておりまして、こちらがセットごとの予想となっておりまして、こちらが総合的な予想となっております。えー、またね、データご覧になりたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。ということで、また来週、さよなら。